生きて帰ってきやりましたね。それがですね、生還、無事生還、無事生還と言いたいんですけど、まだ私の体の中にですね、まだいてる医師がいらっしゃいました。まだいてるのか。え、取れなかったの？出張りませんでした。マジで？マジで。こっち頑丈やね。まだまだ接生ちょっとしたりとかね。そうなんですよ。長いね、金曜とかこれ。半年超えまして。なんでこの間の時は、はい、あれ2ヶ月ぐらいまでして。そうですね。で、はい、カテーテルを入れた状態で、はい、つけて、そうです。要はあの女性の大切なところからカテーテルを入れて。はい、そのまま来てて、うん、で次の日そこへ通して、はい、そこから要はカテーテル入ったまま、うん、カテーテルのそのチューブの管は入ったまんまで、はい、で、衝撃8秒って言って、はい、外からパチッパチッと石を、はい、叩くって砕くっていうのをね、はい、やったんですよ、うん、でその腎臓のところに石が戻ってしまったから、うん、その尿管結石って言って、はいはいはい、腎臓から石がポトンと落ちたんですよね、はい、でそれが結局逆流、そうそう、痛みの原因だったんだけど、うん、それが医師がその治療をしたことによって逆流してしまって腎臓に戻って、ま、戻ってしかも細かくなったものが戻ってしまった。細かくならんかったんです。周りの角だけ取れて、おうおう、コンって上に大きいまんまいっちゃって、そうそう、大きいまんま戻ってしまって、で前回お話しした時はその腎臓にあるものをまた叩きますって言って、はい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 、それは出血がひどいから入院してくださいって言って1日入院して、はい、叩きに行ったんですけど、はい、でも出血ひどいけど1日で行けるんですか？そうそうそう、あの様子見る、うん、その出血がどれくらい止まらないかとかっていうので見ますって言ってやったんですけど、なんと頑固にまだ無理で、うん、潰れない、潰れなくて、割れてんのは割れてますもんな。割れてないんです。え、そのまんまだ、そのまんまの形です。全然潰れないの？そうそうそう、言ったら7ミリぐらいなんですけど、まあまあでかいね。7ミリ、そうです、7ミリは出えへんわね。それなんか他に治療法とか、ね、いや、本当はだからもう、その管をね、ずっと上がっていって、うん、内視鏡でずっと上がっていって、レーザー治療っていうのを本当はしたいんですけど、戻っていった場所が悪くて、なんかその腎臓の中に腎体っていうね、はい、場所があるらしい、そこの中にポコンと石がはまり込んだ状態なんですって、うん、なんか怖そうやね、聞いてるだけで。いや、だから逆に言うと今そこに入って、うん、あの落ち着いてはるんで、うん、痛みはないんですよ、うん、疲れはあって痛みはないんですよ、うん、疲れるのは疲れる、疲れる、うん、なんですけど全然痛みはないから、うん、まあ管まで入ってるんですけど、うん、大丈夫は大丈夫ですね、うん、でもそれ長い間置いてると問題やからで、また実は明日もう一回叩きに行くんですよ。あの、なんでわざわざさ、その番組の前の日、その手術の前の日になんでこう番組合わせてんの、これ。それがね、うん、その治療これを言いたくて、次の日にしてんの。違う違う、治療日がたまたま木曜日なんです。ああ、なるほど。週末が水曜日なんです。ああ、そうかそうか。偶然が重なってまして、